プロボクシングの4団体世界スーパーバンタム級統一王者の井上直也、30、イコール大橋イコールと、WBC の指名挑戦者で元世界2階級制覇王者、WBC 世界同級1位のルイスネリ、29、メキシコイコールが5月6日に東京ドームで対戦することが25日、決定的になった。関係者が明かした。 井上の4団体王座の防衛戦となる24日、日本時間25日、複数の海外メディアも一斉に報じ、米スポーツ専門局 ESPN によると、米国では ESPN プラスで生配信される。ベリは2018年に山中信介との WBC 世界バンタム級タイトルマッチでの体重超過で、 日本での無期限活動停止処分を受けているが、処分は解除される見込み。井上は昨年12月26日に東京、有明アリーナで WBA、IBF 統一王者だったマーロン・タパレス。31、フィリピンに10回計大勝し、史上2人目の2階級での4団体統一を達成した。今年は年3試合戦うことを希望しており、 5月、9月、12月が予定されている。収容人数5万5000の東京ドームでボクシングの興行が開催されれば約34年ぶり。1988年と90年の試合ではマイク・タイソン、米国がメインイベンターを務めたが、日本選手がメインイベントに出場すれば初となる。プロ戦績は井上が26戦26勝。 23KO、ネりが36戦35勝、27KO、1敗、タパレスが41戦37勝、19KO、4敗。